絵本百物語に描かれたクズの葉クズの葉は、伝説上の狐の名前。クズの葉狐、シノダズマ、シノダズマとも。またクズの葉を、主人公とする、人形浄瑠璃及び歌舞伎の、アシア・ドーマン・オアキラも、通称、クズの葉として知られる。稲荷大名人の第一の紳士であり、安倍の生命の母とされる。伝説の内容は、伝承によって多少異なるが、 おおむね以下の通りである。月岡義都新型三十六回戦より、クズの吐きつね同時に分かるるの図。同時丸に別れを告げる、クズの葉と母にすがる同時丸の姿を描いたもの。村上天皇の時代、河地国の人、石川悪衛門は、妻の病気を治すため、兄の足や道伴の占いによって、泉国泉郡の篠田の森に行き、野木綱の生き肝を得ようとする。 セッツ国崎西軍の安部屋に住んでいた安倍の安奈が篠田の森を訪れた際、カルードに追われていたビャッコを助けてやるが、その際に怪我をしてしまう。そこに、クズノハという女性がやってきて、安奈を解放して家まで送り届ける。クズノハが安奈を見舞っているうち、いつしか二人は恋仲となり、結婚して道島るという子供を設ける。道島るが五歳の時、 クズの葉の正体がヤスナに助けられたビアッコであることが知れてしまう。すべては稲荷大名人の王世であることを告白し、さらに次の一種を残して、クズの葉は、シノダの森へと帰ってゆく。この道子丸が、恩名師として知られる後の安倍の生命である。ヤスナは、下置きから恩返しのために、クズの葉が人間世界に来たことを知り、道子丸と共に、シノダの森に行き、 姿を表したクズの葉から水晶の玉と黄金の箱を受け取り分かれる。なおこの水晶の玉と黄金の箱は稲荷大名人からクズの葉が道士丸に授けるように仰せを受けて預かっていた。数年後、道士丸は生命と解明し、天文堂を治め、母親の違法の力で天皇の病気を治し、陰陽頭に任ぜられる。しかし、足や道満マンに残装され、 占いの力比べをすることになり、結局これを任して、ドーマンに殺された父の安名を生き返らせ、朝廷に訴えたので、ドーマンは首をはねられ、生命は天文博士となった。機体の陰陽師としての伝説を持つ安倍の生命が、人間の父と狐の母の間に生まれたという、イルイコインタンの書室は、中世末期に成立した、三国総伝陰苗。 勝保記内伝筋右翼都集という音苗道の注釈書である。篠田妻伝説は、生命の伝説が膨張した室町時代中期に成立し、近世初期には多くの類話が金蔵市に修正された。民間の音苗師が語った系統の篠田妻では、泉市王子町にある聖神社の祀る篠田明神との関連を強調している。篠田明神は、もともとは、 精神という狐を使役する神であり、社殿によれば675年にトライ人の篠田首の直眼によって祀られたことを演技している。平安時代末期には篠田の森にちなんで篠田明神と呼ばれるようになった。近世初期の文献からは篠田妻伝説が発生する以前から篠田の森には古狐が住むという伝承があったと考えられ、諏訪春は 民間の恩陽師が自分たちの祖師とも言える安倍の生命の羊をトライ系の神である篠田明神や稲荷信仰と関連づける過程で衣類婚姻譚が組み込まれたと述べている。安倍の生命を主人公とする作品にはクズの歯に触れているものもある。安倍の生命が登場する作品を参照。ありがとうございます。